はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、こちら、レトロフリックを使ってゲームをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらね、新宣伝ですね。アイレムの、ロールプレイングゲームですね。はい、こちらやっていきたいと思います。これね、結構ね、なんていうのかな、結構ね、いいゲームだっていう人が中にはね、いるね、ロープレなんですよ。記録を作る。はい、名前ね。1、2、3、4、5、6、7、8文字か。でも、カタカナしかで、ひらがなしかできないよね。まあ、一応、フルネームでいけるってことやね。フルネームでいこうか。これね、カタカナだったらシュロックマンって打とうと思ったんですけどね。まあ、本名でね。すごいですね。フルネームで打てるゲ、あの、名前付けられるゲームって珍しいですよ。はあはあ、クー。なんとか、この冒険を。玄武王、白虎の犬め、その宝剣くれてやるわけにはいかぬわ。もはやお前一人だしね。男、ぐわー、ここでやられるわけには。玄武王、ち、やつめ、時移しの実を使ったか逃がすな、おえ。序章。序章ですね。あ、一応和風みたいな感じのロープレイだったと思うんですよね、これね。五相関切手のお前たちには最後の試練を与える。山の上にある洞窟を知ってるな。その奥に一枚のお札が貼ってある。それを剥がしてわしのところへ持ってくるのだ。ただし、山の中は妖怪どもの住処じゃ。くれぐれも気をつけてな。ってことですね。始まりました。男女で行くんですね、これ。舞踏家なんや。はい、ね、これ。あ、変わった。先輩、頑張ってください。城本慎一、ライチ。中国っぽいですね、これね、世界観が。この客人は変な心配でいつも頭がいっぱいなんだよ。私は天がもし落ちたら、そう思うと寝ることができない、どうしよう。中国っぽいですね、音楽もなんかそういう感じやしね。新しい試練は大変そうね、頑張って。ただね、話す言葉は日本語ですよね。まあそうじゃないと僕らは分かんないですけどね。毎日同じ修行にはもう耐えられない。そうだ、僕旅に出よう。よし、決めた。世界は広い。きっとドキドキすることがたくさん待ってるんだ。勝手にしてくれって感じだよね。ここは護送艦です。お気をつけて。こっちまだ行ってないですね。あ、お店があるのか、これ。おや、いらっしゃい。ここは道具屋だよ。200元。所持金ね。これは。多分これ武器は売ってないですね。だって武器、道具ってどうなってんだ。あ、装備してるね。装備してるならいいや。ロンのやつにも困ったものじゃ。修行をサボってどこへ行きよった、ブツブツ。ああ、さっきのやつのことか。この国は交流王をなくしてから王のいない国になったんだ。
この五層館は交流城の名残で世界の中心だった。これ階段かな？あ、階段ですね。2階があるんですね。何、妖霊堂へ行くのか、ならば蓬莱の村で装備を揃えてからにしなさい。頑張ってくださいね。お疲れ様ですが、あ、無料で寝かせてもらえるんやね。いきなり話しかけたらお疲れ様でした言われたわ。逃げるなこいつ。おっと、メガネメガネどこへ置いたかな。うろ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 って喋るか普通。じゃあこれで外出ますかね。はい、じゃあここで一旦セーブします。はい、戦闘をね。そう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 、音楽なかなかいいんですよ。うん、これ主人公ですね。なんかヤムちゃん似てますよね、ドラゴンボールのね。結構イケメンですよねこの主人公ね。カブトムシとなんか変なね、ハチみたいなのが見えたね。飛びグモ、治水虫、治水虫か。あ、この女の子、ポニーテールしてますね。可愛いですね、めっちゃね。僕の好みですよ、ポニーテールの女の子はね。はい、じゃあ、視線の指向です。お、めっちゃ食らった。なかなか強いですね、この敵。敵硬いな、このゲーム。これ、呪文あったっけ？なんか覚えてる？あ、もう覚えてないか。あ、何も覚えてない。で、道具も何も持ってないね。回復の薬草みたいなのもないよね。甘露水。甘露水って何やろうな。強さ。214元か。なんか買おうか、じゃあ。あ、しまった。あ、こちゃうわ。真ん中行ったら王様んとこや。買いますか。はい。甘露水って何やろうな。老内丹、海生丸。保温理、馬鑑の帯。帯って多分なんか防具っぽいですね。三蔵鏡、かりんじ。かりんじって何やろ？かりんじってあれかな？靴みたいなもんかな？わからんよなぁ。まあいいや、とりあえず一回寝よう。寝るのに2階に行かなあかんってちょっと面倒いですけどね。まあ無料だからしょうがないですね。まあこれセーブもね、したいなと思うんですけどね。まあレトロフリークだから大丈夫ですね。レトロフリークはもうね、途中でやめてもそっからね、再開できるんでね、いつでも。セーブ機能がなくてもね、レトロフリークはセーブしてくれるんで。骨ヤドカリ。ああ、なるほど、骨ヤドカリやね。確かにね、なんか強そうな感じもするけどな。おう、
ちょっと一言やばいぞ、おい。まだ生きてる。うわ、やばい。もう倒した。アリグリになった。これって、レベル上がったら回復するゲームかな、これ。ああ、しないなぁ。これ一回使ってみろか、この。これ何か。使ったらどうなるか。使用する。じゃあね、新一。お、回復か、やっぱり。そうか、回復のアイテムやったよね、やっぱりね。あ、一匹か。一匹なら余裕やな。うわ、これはちょっと多い敵が。うわ、こいつさめっちゃ強いやつやん。やられてまうよ、これ。逃げろ、逃げろ。あー、失敗、失敗。あー、マジか。死んでまうかな、俺。うわ、1しかないやん。あー、逃げれない。おー、よかった。でも回復がないんですよね。ヒットポイント1しかないなぁ。使ってもうだからね。しょうがない。逃げ、敵出るなよ。よしよし、助かった。ヒットポイント1ですよ。ほんと、危なかったな。すごいよなこれ。男と女たった2人でね、モンスター退治の旅に出るって完全に付き合ってますよね、この2人は。あの上のあれが洞窟か。あ、1匹。飛び虫。なんか虫の敵が多いですね。もう硬いな、こいつ。あれぐらいになった。ライチビルさん。ライチの方がレベルが1個。あ、なんか術覚えたな。あ、移動中の、あ、多分攻撃呪文か。あの上の洞窟がそうなんかな。もうなんか変な幽霊みたいなやつ出てきた。魔導士。まだ生きてる。お、配信出た。カリンジを拾った。358元。なんかあの防具っぽいのを買ってみるか。あ、一匹や。お、会心出た。これ入った向きによってあれですね、なんとか城に入る位置も変わりますね、このゲームはね。この回転術の買ってみるか。で、三蔵鏡羅漢の帯。帯はなんか防具っぽいんですよね、なんかね。買っとくか。で、これで一旦ね、武装にしてみて。新一、お金の剣。道義、待って。
あれ、さっき買ったのはあれだったんや。防具じゃなかったのか。そっか、あれ防具じゃなかったのか。あれか、新しい町砂場。あ、弱い。新しい町来ましたね。昔お父さんが洞窟で恐ろしい怪物を見たって言ってたわ。これ道具屋か、これ。ここは武器屋だよ。何にする、するね。何にするねやからな。完全にやっぱ中国ですね。合口、鋼の剣、鉄の尺、流線剣、木の盾、道義、武術技。さっきお金使ってもうたもんな、余計なもの買って。何も買えないな。道義だけ買えるな。道具持ってるからね。うちの武器ではカルラの剣が一番ですよ。え、ない？そうだ、売り切れたんだっけ。その店はなかなか良いものを売っていますよ。ここは蓬莱の村です。これ宿屋っぽいな。やっぱそうやな。洞窟では迷わないように気をつけることです。そりゃそうやろ。あら、あなた方どなたい？何かご用？こっちが聞きたいわ。まあ怖い、この人たち武器を持っているわ。さっき村の外で怪しい奴らを見かけた。一体何者だろう。もうなんか店ですね。おや、いらっしゃい。ここは道具屋だよ。さっきと同じようなものが売ってるよね、大体ね。これはどうしました。毒消し蘇生。ああ、そういうことね。教会みたいなもんか。あ、こんなもんか、ここは。うん。ちょっとでも適応するな、これな。まあでも、いけるか。うわ、このゲーム基本的に敵攻撃力すごいありますね。銃とか食らわせてくるもんな、雑魚やのに。よし、怪人出た。よし、あと一匹。
バラエティもレベルようになった。うわ、3匹。これは逃げた方がいいな。死にやられるな、これは。逃げないと。よし、逃げれた。しょうがないか、宿へ。お金かかるけど、入るしかないね。これ、あれかな。セーブするのってどこでやるんやろな。普通考えたら教会なんやけどね。蘇生できないんか。はい、じゃあ洞窟行ってみるか一回。お、新しい席でいいか。キヨってな。キヨって書いてある。お、うわ、27も食らった。あ、敵は慌てているって書いてあるから、こっちから聖戦攻撃できます。先制攻撃できますね。お、回収出た。セーブね。うわ、多いな。やばい。ちょっと待って。動いてないか。仮に地じゃなかったな、回復のやつ。倒すしかないな。よし、倒した。あー、一歩で出るか。ちょっと逃げた方がいいな、これ。ちょっと待って、道具持ってないもんね、火薬の。逃げろ。死体客。うわ、一歩で出る。もう一回倒すか。はい、倒した。いや、危なかったね。あ、そういうことか。洞窟みたいなとこ一回行ってみようかな。活魚。でもこれ回復の魔法みたいなのがないとな、洞窟行くの厳しい気もするんやな。薬草もないからね。強い。
たいな、こいつ。倒した。あ、一匹か。うわ、強い。めちゃ敵出るって感じやね。よし、対決。まあ、敵出る率高いな、森は。はい、対決。うわ、一歩で出るもん。これ倒すか。ああ、なんか使ってきた。うわ、16。攻撃の魔法ないんやな。普通に戦うか。お、開始出た。よし、倒した。倒しました。かな、行くのは早いのかな。あ、1匹だ。めっちゃ落ちました。めっちゃ敵出るやん、これ。エンカウント率高っ。
ビーブも。はい、倒しましたね。かな。あれ、何もない。目の前かこれ。術覚えてないか。術甘露花輪花輪幼少の術。どっちがいが。分からんのになぁ。これ使ってみようか、一回。あ、自分に使うのか、これ。あ、やっぱ攻撃のあれですね。術ですね、あれ。エンカウント率高いな、このゲーム。おお、新しい敵出てきた。病院。強いんかな、こいつは。あ、そんなに攻撃力が強くないな。あ、倒した。そんなに強くなかったね。うわ、敵多い。ね、あ、逃げられるわ、これ。慌ててるってことは逃げれるな。あ、2回いける。こいつはそんな強くないね。あ、でも逃げれるわ。逃げとこう。あ、何これ。ゴキブリもどきやって。ゴキブリではないってことか。もどきやからね。どうしようかな。ちょっとやばいねな。逃げる。よし、逃げれた。せめて回復ができる呪文かなんかないとダメですね、これ。うわ、こいつまだできた。あ、失敗。あ、逃げれた。あ、これか。調べる。足元ちゃうっつうに。何やろうな。話すじゃないもんな。日の丸か、これ。多分ドアかなんかか。あ、ゴキブリモード出てきた。あ、失敗。あ、失敗。そんなに攻撃力は強くないんやけどな。あ、もしかしたら戦わせてもだ。やばいな、これ。やばい。よし、逃げれた。回復できるかどうかやってみようか。よし、回復できた。これでだいぶ違いますよね。回復できるようになったっていうのはね。マジックの54もあるのか。ゴキブリモドキと戦おう。
鼻が硬いな、こいつ。なんかいつもこの主人公の方がダメージ受けることが多いな。あ、直撃出た。めっちゃ硬いなこいつな。あ、敵出るな。うわ、めっちゃ強そうな竜出てきた。竜というかあれ。あれやな。コブラっぽいな。蛇っぽいな。ゴーグ。カリンの術、ヒョウヨウヨウ。これ使ってんのかいか。うわ。あれ、まだ倒せないんや、まだ、それでも。また倒せない、あいつ。倒した。いい、倒した。逃げよう、めんどくさいから。ちょっとね、硬すぎるからね、こいつら。うわ、こいつらも硬い。はいはい。あ、これか。奥だって。うわ、なにこいつ。待て。めっちゃ強そうやん。これがお札か。なんかすぐ見つけちゃったね。よし、剥がすよ。ベリ。あー、なんかボスが出てくるのかな。あー、ボスや。うわ、なんか変な竜みたいなやつ出てきた。なんか三つ目竜みたいな。三つ目じゃないな、これ。目が6つあるね。めっちゃ強そうやな。戦うしかないか。王三将。王三将ね。よしよし。配信出た。うお、強え。よし、配信出た。ラッキー。これは、ある程度やばくなったり、回復しないとやばいな、これな。うおー、強い、こいつ。術、甘露。あー、マジックポイントないか。マジか。あー、6しかないもんな。これ負けるな、これ。勝てない、多分、これは。うわ、やばい。うおー、回収出た。あー、でもダメか。おお、倒せた。奇跡や。まさか勝てると思わなかった。会心が出たから運が良かったですね。仲間はそれぞれ30の経験を積んだ。80元を手に入れた。保運料を拾った。レベル5になった。89。すげえな、勝てると思わなかった。でこれ戻らないかんのかな。回復する道具、カリンジって何やろ。使ってみるか、いっぱい。何の変化も起こらなかった。何やろうな。これ敵出るんかな。調べる。見る。方天劇を手に入れた。
甘露水。よし、回復出た。甘露水。よし、回復出ましたね。はい。見る。甘露水、ラッキー。道具。ちゃちゃ見る。変化符。やっぱ敵出るんや。あ、逃げれる。うわ、これ強そうやな。関東人逃げる。よし、逃げれた。これ逃げて出るまでがあれですね。ここの迷宮ダンジョン出るまでが、よし、 OK。うわ、エンカウント率高っ。でも逃げれる可能性高そうだからいいけどね。あ、こいつら強い。敵多いな、おい。ほぼ確実に逃げれるからね。あの扉、さっきは確かに閉まっていたはずだ。あ、そうか。入れるんか、今度は。あー、失敗。はい、逃げた。なんかあるんやね、この扉の向こうも。あー、失敗。こいつら、ゴキブリやから素早いってことか。もどきやけどね。うわ、やっぱそうや、素早いんや、こいつら。あかん、逃げれないぞ、おや。あかん、逃げれないな、これ。倒さなあかんのかな。あかん、このままで全滅するぞ、おい。しょうがない。あれ。甘露水を使って、持ってないか。強しかないねんな、ヒットポイント。ちょっと待って、今のキャンセルにして、道具。甘露水をライチに使ってますね。で、戦う攻撃ね。こちら硬いんですよね、めっちゃ。ほら、めっちゃ硬いんですよ、一匹一匹が。もう一回逃げる。あー、逃げれないか。これダメですね。全滅するな、これ。あんなー、逃げれない。術も使えないしな。しょうがないな、これ。回復の道具もないしな。うわ、まだ死なないんや。やっと行った、倒した。よし、開始出た。よし。なんか向こうは急に攻撃ミスり出したな。
よいしょっと、いっぱい食べた。なんか、なんとか勝てそうな感じはある。うわ、硬いな、こいつら。大変だ、誰か倒れている。助けてくれ。追われているのだが、もはや動けない。ひどい怪我だ、一体何があったんです。静かに、足音が聞ける。クソ、追いつかれたか。あー、なんか出てきた。城本慎一、あんたたち大勢で随分卑怯じゃないか。兵士、そいつは盗賊だ。おとなしくこっちに引き渡せい。もっともこの場を見られて生かして返すわけにはいかねえ。死ねえ。うわ、マジで勝てるわけないやん、こんな状態で。これは多分やられますね、衛兵。もう瀕死ですから、こっち側は。でも攻撃力は大したことないですね、こいつら。こっちは回復の術がないですからね。えら、ミスるね、敵ね。あ、一体倒した。やばいな。さすがにこれやられるな。あ、1しかないもん。あ、死んだ。もう時間の問題ですね、これね。うわ、2食らった。あ、終わった。志の半ばにしてこの世を去った。セーブしたところから再開しますか。あ、そうなるんや。やり直しになるんや、これ。EXはどうなんだ、これ。電源を切るときはリセットをしながら電源切ってください。あー、そうなるわけや。そうかー。これあれなんや。全滅したらやり直しのパターンのゲームなんや。あの、ドラクエみたいに街に戻って、なんか所持金を使って復活するとかじゃないんや。で、その続きからできるっていうね。これはもう、やられたら完全にその、セーブしたところからってことになるんですか。あ、しょうがないな。はい、じゃあ今回はしょうがないですね。これで、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube、もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。